一定数いるよ。不倫してる人、浮気してる人。もうこれはしょうがない。大人の汚さ。先生同士で付き合うことってあるんですか？先生って不倫してる人いますかっていう質問ね、よくいただくんですけど、そんなに人の恋愛気になる？いいじゃん、他人の恋愛なんだからさ。そんな先生の恋愛事情気にしてる暇あったら、自分の恋愛に集中しない。もう私が言えることじゃないけど。はい。ということで、まぁ、今回は、ゲイ元教師が先生のリアルな恋愛事情を大公開というテーマでお送りしたいと思います。大前提として、先生にもこう、プライベートっていうのはある。あんまりね、先生の恋愛事情とかプライベート事情をね、詮索するのはやめた方がいいと思います。ね。ということで、先生の恋愛事情一つ目。先生同士で付き合ってることが多い。先生ってね、そもそも出会いがめちゃくちゃ少ないんですよ。一日に本当に10時間以上勤務していて、土日も部活で、ほぼ出会う場がないわけ。そうすると、学校の中で同期の先生に聞かれたりとか、他の学校の同じぐらいの年の先生とご飯行って、そこで恋愛に発展したりっていうのがとっても多いです。で、まあ、お互いね、仕事のことも理解してるので、まあ、部活で土曜日いないよって言っても、まあ、部活だったらしょうがないねってなるわけですよ。ただね、生徒にはなるべくバレないようにする。特に同じ学校の中で付き合ってる場合は超極秘事項になります。はい、次。生徒と付き合いたいと思っている先生はほぼいない。みんなね、テレビとかドラマとか漫画の見すぎ、あんなのないから、実際にあると思わないでください。で、そして、それ目的で先生になるっていう人はほぼいません。中にはいると思うよ。でもその人は本当に特殊な性癖を持ってる人。だから、それは一般的じゃない。そういう特殊な性癖を持った人って、先生じゃなくても、市役所にもいるし、警察官にもいるし、銀行の職員にもいるわけ。ね、だから先生の中にそういう特殊な性癖を持ってる人が多いとは思わないでほしい。先生が好きっていう人ね、結構、DM で相談来るんだけど、諦めて。はい、次。意外とモテる。私はゲイだからわかんないけど、先生ってこう結構固い職業で安定した職業じゃない？だから、婚活パーティーとか合コンとか行くと結構モテるらしいんだよ。私が聞いたのはね、女の小学校の先生、合コンで無双状態らしい。お仕事何してるんですかって言った。実は小学校の先生してますって言った。マジで？もう男たちの目が変わるらしい。いい加減にしてくれる？これだから男って。ちなみに、最近は先生ってもうブラックすぎるみたいな、逆にちょっと先生は敬遠されるっていうね、そういう場合もあるらしいです。はい、次。不倫している先生もいる。それは場合によっては先生同士っていうのもあるし、先生と保護者っていうのも時々あります。一定数いるよ、不倫してる人、浮気してる人。もうこれはしょうがない、大人の汚さ。でもさ、やっぱ先生と保護者だとさ、複雑だよね。自分の親が先生と不倫して再婚したらどうする？複雑だよ。周りがとやかく言うことじゃないんだけどね。政治家のさ、やつとかもさ、それよりも減税しなさいよ。不倫よりも減税して、本当に。はい、最後。結婚したら教師辞める人も多い。これはね、女性ですけどね、なかなか両立できないからね。これ昔から多いのは、産休育休っていうのが、まあ、最大3年だったかな、取れるんで、で、給料もある程度もらえて、で、それをフルに活用して辞めますっていう人も結構いますね。教員はね、制度もしっかりしてるし、配慮もしてくれるんだけど、それでもね、やっぱり子供と過ごす時間を大切にしたいということで、結婚して辞める女性もいますよと。はい、ということで今回は、ゲイ元教師の私が、先生のリアルな恋愛事情を公開してきました。この動画が面白いなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にこんな動画見てみたいなっていうリクエストあったら、ぜひコメント欄に書いておいてください。できるだけリクエストにお答えしていきます。